い選手ですね。ロシアの選手似てますからね、構えが。そうですね、ロシアの選手はやっぱあのフットワークがすごく特徴的ですよね、はい、滑らかなその猫みたいなフットワークを、はい、そうですね猫みたいなフットワークが特徴なんですけれども、すごくスムーズな動きをしますよね、はい、さあ赤ピスト始まりました。どちらもね、あの世界選手権で優勝経験のある、カサラも優勝しますよね確かね。わー、私はちょっとわからない、うん、多分優勝している経験あると思うんですけれども、してもおかしくないです、はい、そうですね2人とも、すごい強い選手なので接戦が予想されますね、はい、うまいですね。しかし2人ともでかいですね、はい、さあチェミリマスの選手の、コントラックカウンターが決まりましたね、はい、1対0これは今のは継続のアタック、カッサーラ選手が、攻撃を仕掛けていたんですけれども、ワトソン選手が剣を避けて突いたと言ってましたが認められませんでした。そうですね、うまいですね、ナイスアタック。さあ、現在、実況しているのは、レッドピストの担当ですけれども、はい、チャンネルを変更するには、プラスとマイナスの、リモコンのボタンを押していただければそれぞれのチャンネルを切り替えることができます、各チャンネルごとに、実況、別の、人間が実況しておりますので、はい、よかったら、いろんな実況を聞いてみてください、はい、ジャルプレゼンツ2019高野リハイワールドカップフェンシング協業大会、現在ベスト32、はい、ですよね、32強ということですね。もうここまで来ると本当強い選手が残ってない感じですよね。みんな強いというか、誰が優勝しても、そうですね、はい、もうあ、この人知ってるみたいなフェ、はい、フェンサーばっかりですね。あ、フェンサーって、フェンシングの競技者のことを、はい、あの僕らの中でフェンサーって呼ぶんですよね、はい、もうダンサーみたいな感じですよね、はい、あ、まあ、そんな感じですねもうダンシングする人とか言いませんもんね、ダンサーですもんね。そうですね、あのフェンシングをする人をフェンサーって言うんですけどね、はい、ちょっとこのフェンサーっていうワードを、はい、あのフェンシング知ってる人に言ったりするとおってなっちゃいますね、はい、さあ赤ピストの実況していきましょう。はい今セブンリアツの選手がコンターアタックカウンターを決めましたね。さあ、赤ピストもそうなんですけれども、日本人なので、やはりスーマー選手の、はい、プレーが気になるところではありますね。しかもオリンピックチャンピオンとの、はい、対決なのでかなり、はい、やはりガロット選手と対戦しようと思ってもなかなか機会がないですからね。そうですね、同時攻撃、さあ鈴村選手頑張って、いいですね、これは鈴村選手のリポストとしてですね、うん、そうですね、鈴村選手がサイド剣を払ってから、トゥッシュした、はい、ということですね。さあ鈴村選手調子いいですね。そうですね、すごく動きがいいですよ。1回戦の動きも悪くなかったですね、はい、さあ、赤ピストと遠い面の、ブルーピストになりますが、はい、フォッコーニ選手ですかね。アレッシオ・フォッコーニ選手です、はい、現在ランキング1位の、はい、今の時代で一番強いとされている選手ですね。さっく一つ前のワールドカップもアレッシオ・フォッコーニ選手が優勝しました。あ、そうですか。対するは先ほどの宮城選手と戦ったソン選手です、ね、はい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 、韓国の選手ですね、はい、うん、さあ鈴村選手アタック64で、残念ながら敗退してしまった伊藤拓真選手 と、はいはいはい、同年代の選手なんですよね。地元も一緒で、そうですね、地元、高校も一緒ですもんね、はい、そうですね、岐阜県の大分南高校の出身の選手なんですけれども、はいね、はい、岐阜県はすごく、フェンシングの、あー今の鈴村選手っぽかったんですけどね、すいません、ちょっと実況途中で何も言いらないんで今そうでしたよね、はい、かなり鈴間選手っぽかったんですけれども、ちょっとオレイコーチおとなしいですね。そうですね、緊張してるんですかね、オレイコーチ。もしかしてやはり地元開催ということでそうですね、いつももっと騒ぎますもんね、はい、はい、
選手よりも熱くなっちゃいますもんね。そうですね。おガロッツ選手にイエローカードが出ましたね。左手を使ったということですか。いいですね。頑張れスーマー選手。さあレッドビーストが止まっていますが、ビデオ判定ですかね、はい、しかしチェムリワッツの選手マスクを取ってもつけても目立ちますねマスクが、はい、マスクがすごい正常カラーとレッドブルのすごいですねマスクの色が、はい、派手好きなんですかねチェムリワッツの選手はそうですね、よく声出しますよね、チムリワトソン選手。さあ、ワトソン選手と笠原選手5対5、はい、予想通り接戦になってますね。そうですね、ここはもう接戦になりますよね。さあ、先ほど何の話なんですか。あ、鈴村選手の、はい、出身校の話なんですね。そうですね、岐阜県はあのフェンシングの、指導育成がすごい盛んなんですよね、はい、力選手はあれですか、はい、どこの出身でいらっしゃいますか。僕は大分出身です。大分、はい、大分もすごい盛んですよね。そうですね、大分もいろいろ指導者が他の県に比べたら多いですかね、うん、やっぱり力選手もちっちゃい頃からやられていた、はい、フェンシングをされていたんですか。僕は初めてフェンシングをしたのはもう5歳とか。あーすごい早いですね。もう箸を持つより先に剣を持ってたぐらいのレベルですね。それは言い過ぎですね。そうです完全に言い過ぎですねちょっと盛りましたね大石選手なんかきっかけみたいなのってあったんですかね。きっかけはもう僕がまあ家族で引っ越した時のに近くにフェンシング教室がたまたまあって、うん、あーそうなんですね。もう徒歩2分とか1分レベルで親が興味を持って始めましたね。なるほど。おお鈴間選手のいいアタック決まりましたね。やはり幼少期の頃にそういった環境的なものがないと、はい、なかなかフェンシングって高体連、はい、基本的に高体連からのスポーツですからね。そうですね。なのでなかなか出会わないですよね。しかし今太田会長がいろんな活動をしていて、はい、まあ、地方でのクラブ活動だとか、はい、そのフェンシングのできる、はい、環境が結構整ってきているというか増えてきているので、はい、皆さん、ね、聞いている皆さんもぜひ機会がある、興味がございましたら、ぜひ教室の方にですね、はい、足を運んでいただきたいなと思うんですけれども、東京では東京フェンシングスクールはやっぱ有名ですよね。そうですね、東京フェンシングスクール、どこでしたっけ、自由学校でしたっけ。ちょっと確か自由が丘に、ね、拠点があるんですけれども、はい、でもそこ以外にもいろいろ、そうですね、たくさんありますもんね、はい、僕の今住んでるのが板橋区で、その板橋にもフェンシング教室があるんですね。あ、そうなんですね。結構いっぱいあるんですね、はい、あ、そういえば確か私、今京王線っていう、はい、私鉄の路線沿いに住んでるんですけれども、調布っていうところにもありますね。調布、調布、僕も知らなかったです。それはガーデンっていうフェンシング教室なんですけれども、まあ、なるほどですね。多分調べたらもっといっぱい出てくると思うんですけど、はい、調べてぜひお近くの、はい、都内の人はぜひぜひ、はい、都内じゃなくても。そうですね、はい、で、鈴村選手の話なんですけれども、鈴村選手はあれですね、親御さんがフェンシングをなさってるんですよね。そうですね、お父さん、はい、お父さんがフェンシングの経験者で、してますもんね、まあ、いわゆる2世という、はい、ちなみに私も2世なんですよね。もうご存知なありがとうございます。私も、ね、そうですね、和歌山県の出身なんですけれども和歌山県の出身なんですけれども、はい、母親と父親両方フェンシングをしてたんですね、はい、その影響を受けて、まあ、スパルタ教育されちゃいましたよねもう試合の会場に行けばすぐ分かりますからね、どこにいるかが、市川先生がまあ、そんなどうでもいい話もしながらですね解説していこうと思ってますけれども、少し点差離されちゃいましたね。あ、そうですね、鈴村選手9対5。あ、今時間を取るために剣を変えましたね。さあ、鈴村選手の調子がいいとはいえ、やはり世界チャンピオンが相手ですからね、はい、オリンピックの金メダリスト。そう簡単にやっぱり進まないですね。はい、さっきのジョルジオ・アボラ選手もそうですけど、うん、ガロッツ選手も構えが独特ですよね。そうですね、左手をこう、はい、いやみたいな感じで開きますもんね左手をちょっとこう特徴的な感じで動かしますよね、はい、あ、多分今やりますね。やりました、これですね、はい、いや
さあ頑張っていただきたいところ、9対5なんとか。もうあんなに左手を下げたら動きづらそうですけど ね。コントリーボスト、ああよかったですね、ナイスジャッジですね。ちょっと、はい、逆っぽかった感じを見受けられましたが、どうですか。僕はガロッド選手が一つ攻撃が終わった後に続けたように見えましたね。ここら辺は多分ガロッド選手は分かってると思います。ああ、はい、この辺が審判員の判断の微妙なところ。さあ行きましょう。鈴村選手もアタックが得意ですからね、うん、そうですね、遠いところからのアタックが得意ですね、はい、しかしガロッド選手ディフェンスがうまいですね。うまいですね、足がよく動いてますね、はい、足も動き、また剣を捉えるのもうまいですからね、うん。さあ、チェミニー・ワトソン選手が少し点数を話し出しましたね。今のはどちらに見えましたか、市川選手は。私選手ではないです、市川コーチは。私はジャカン・ワトソン選手の方が、僕もワトソン選手は早かったように感じましたけども、はい、逆に、しかし逆にカッサーラ選手の方がビデオを要求しましたね。かなりあのこのぐらいのハイレベルな、はい、あの対戦になってくると、そのビデオを要求するところもかなりあの微妙なところになってきますから、はい、しかしでもやっぱりカッサーラ選手が負けてるので少し焦ってるんじゃないですかね。あ、どうなりますかね。シミュータね、シミュータね、同時攻撃という判定ですね。同時攻撃のことを、フランス語の用語で、フェンシング用語ですね、フェンシング用語でシムルターネって言うんですよね、はい、この審判員が、コールしてる用語っていうのは全部フランス語で、統一されてます。じゃあ、発祥がフランス、そうですね、発祥がフランスなので。さあさあ、鈴村選手4点差。イエローピスト早いですね。サフィン選手強いですね。ましたサフィン強いですね。サフィン選手も確かリオで銅メダル取ってますよね、はい、ロシアの、まあ、ブラジルマルケス選手はまあ頑張ったんじゃないのかな。32までそうですね、はい、あの好成績だと思います。そうですね、はい、ブラジルもあのリオオリンピックがありましたんで、あの先ほど話したあのロンドンの時と同様に、強化されてますよ ね、はい、すね、だいぶ強くなってきてるところではありますね。ブルーピストも終わりそうですね。そうですね、ブルーピストホッコン選手、ホッコン選手強いですね。うーん、ガロッツ選手強いですね。鈴村選手ちょっとここは弱気にならずに強気で前に押してほしいところですね、はい、気持ちを強く、やはり活路は前にありますよね。そうですね、さあ行け。あー、オッケー、うまいですね。いいですね、今のは、鈴村選手、そうですね、終わらせて鈴村選手の攻撃が1回ミスをしたんですけれども、そのまま突き返し、突き直しですね、はい、突き直し、ルミースという技なんですけれども、相手の裏をかいての、はい、見事に決まりました。普通はあの攻撃が失敗してしまう、ミスをしてしまうと下がらなければいけないんですけどね、はい、それをあえて前に出ることによって突き直しました。さあ4点差、なかなか4点差が生まれません。惜しいですね、手を引いて思い切ったアタックでしたけど、さあレッドピストは13点、13対9、こちらも4点差ですね。そうですね、リードしますね、なかなか埋まらない。1セット残り10秒、カッサー選手が返し続いて無効面、ポイントにはなりません。うん、うまいですね、カウンター攻撃ですね、はい、カッサー選手が焦って前に出てきたところを逆に仕留めました。さあリーチ、試合決まるか、残り2秒、うまいですねカッサー選手、相手の攻撃をうまく避けてリポストつきましたね。反応がいいですね、ガロッツ選手は、はい、早いですね、やっぱり金メダルレベルの反応を持ってますね。
鈴村選手もあの巧みにフェイントを入れて、はい、あのデガジという技なんですけれども、この狙った位置の反対側を剣を回してついたりとか、はい、そのいろいろなフェイントを入れてるんですけども、そのフェイントについていくようにディフェンスするんですよ ね。これは鈴村選手のアタックではないんですかね。微妙なところですね。今審判員も迷ってセルフでジャッジをビデオ見に行きましたね、はい、かなり微妙なアクションでしたね今2人とも。どっち見ますか。私は鈴村選手、あの応援してる感じも含めて鈴村選手にちょっと見えちゃいますね、はい、僕も鈴村選手なんではないのかなと、はい、鈴村選手のこう、最初の、攻撃、最初の攻撃は鈴村選手の、攻撃だったんですけれども、はい、その鈴村選手の攻撃が、そのまま続いているのか、はい、もしくは鈴村選手の攻撃が一回終わってで、はい、ガロス選手の攻撃に移り変わっているのかという判定の微妙なところですね、はい、ガロス選手はもうストップしたっていう、そうですね、主張ですもんね。さあこれ再度ここでルールの説明をしていきます。優先権というものがあります、フルレの種目ですね。フルレ種目には優先権というものがございまして、あ、継続に取りましたね。おー、やはり僕らは間違ってなかったです。そうですね。はい、さあこの優先権を獲得することによって、今のように、同時にランプがついた時に、ポイントを獲得することができます。今のアクションは、鈴村選手が、先に攻撃を仕掛けていた、前に進んでいたことによって優先権を獲得していたという。カッサーラ選手を追いついてきましたよ。13対14ですね。これは分からないですね。さあ1点差、アグレッシブに動いてますね両選手。やはりチェムリワッツの選手は相手のカウンター待ちですね。奇抜な動きですね。ちょっとカッサーラ選手今少しわざとよろけてかのような感じでしたね。いや、ちょっと疲れてる感じがしますね。あ、少し足が止まって、はい、2人とも、まあ、フェンシング試合の間隔が短いですもんね。そうですね、64、2日目の64を全て勝ち上げるのはかなりタフな、これは試合となります。これは笠原選手は自分のアタックを主張して、そうですね、セミリワッツの選手はリポストを主張してますね、はい、さっき あのガロツ選手と、スーマー選手のプレスと似てますよね、はい、少し僕の意見としてはアタックなんではないかと、剣が当たったけどリポストではない、その通りですね。そうですね、やはり間違ってないですね。さあ一本勝負、これは面白いですね。スーマー選手の方も気になるところ、気になるところですが、一本勝負も気になる。これはわー、外しましたね最後。カッサーラ選手優先権を取っていたんですが、はい、シングルランプとなってしまいました。攻撃が失敗に終わってしまった。叫びますね。さあ鈴村選手の応援に。さあ鈴村選手、まだ時間はたくさんありますからね。そうですね、落ち着いていきたいところでありますね。うまいですねガロツ選手、避けた後に。さあリーチがかかった。頑張れケンタ。これはガロツ選手のリポストですかね、どうですかね。私は鈴村選手のアタックに見えたんですけれども、僕はガロツ選手が剣を払ってついたんで。意見割れましたね。そうですね。これも審判のビデオ判定ですね。